カンザスシティ連邦準備銀行本店2008年落成旧本店1921年落成カンザスシティ連邦準備銀行はアメリカ合衆国の連邦準備銀行の一つ現在の総裁はエスター・ジョージである連邦準備制度の第10地区を管理している管轄している州はコロラド州、カンザス州、ネブラスカ州、オクラホマ州、ワイオミング州 ニューメキシコ州、ミズーリ州の一部である。ミズーリ州カンザスシティの本店以外に、デンバー・オクラホマシティオマハに支店がある。ここで発行された1ドル紙幣、2ドル紙幣には、J、他の紙幣には、J1 例と印刷されている。1978年から、年次経済政策シンポジウムを主催し、世界各国の中央銀行関係者らが参加している。 1982年以降は開催地をワイオミング州ジャクソンホールに移転し、ジャクソンホール会議と通称される。1978年から1981年までは、主として農業経済政策をシンポジウムのテーマとしていた。この期間の開催地は1978年、ミズーリ州カンザスシティ。1979年、コロラド州デンバー。 1980年ミズーリ州、カンザスシティ、1981年コロラド州ベールの、ジュン、ありがとうございます。